はい、タンタンです。こちら、バッカスのエルキですね。後ほど色違いのブルーも、紹介いたします。両方ともオイルフィニッシュなんですけども、こちらがバッカスの、G スタジオアッシュ DK、 こちらがブラックオイル、そしてこちらがブルーオイルになります。まずブラックオイルからご紹介いたします。こちら、ストラートタイプのディンキーシェイプですね。ちょっと小ぶりなディンキーシェイプが非常に持ちやすくって、材がアッシュ材で、木目がこうちょっとこう触ると感じることができる、木目を感じることができるオイルフィニッシュで仕上がった、こちらがブラックモデルですね。で、 G スタジオモデルの、クラフトシリーズの一本です。こんな感じです。5等パーツで、揃えてまして、ペグ、ブリッジもウィルキンソンの5等製使ってます。シングルシングルハムバッキングの SSH のシステムになってまして、 5SH、 そしてボリュームとトーンが2つという、まあこういった、非常に使いやすい一本かなと思います。リアのやっぱハムがかなりサウンドの、パワーもあって、まあ、他のシングルとも使い分けていただければいろんなこうサウンドメイクができるかなと思います。こちらブルーオイル、こんな感じの、2本になっておりまして、それぞれ、オイルフィニッシュの、モデルになってまして、ブルーとブラックですね。ちょっとアッシュ材なんで重量がそれぞれちょっと変わりますけど、この2本だと青の方がちょっと軽いですね。黒の方がちょっと重い感じがしますね。そんな感じのこの2本でございます。G スタジオ、スタジオミュージシャンなんかにこう使っていただくようなシステムが非常にこう使いやすいかなと思いますので、ぜひ、店頭でお試しいただければなと思っております。そんな感じでこちら、バッカスの G スタジオアッシュ DK、ブルーオイルとこちらブラックオイル、それぞれ、店頭ございますので、ぜひ、ご来店お待ちしております。それではタンタンでした。